今日は2014年の12月号のウィンカップを紹介します。これ誰だ、キスマイコたまちゃん、キスマイ、キスマイです。あ、ウエストです。ジャンプ、多分ジャンプが全盛期ですね。キスマイ、キスマイですね。なんかヤフーニュースに載ってました、ね、キスマイ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 多いですね。セクシーゾーン、セクシーゾーンも改名すると、何が理由だったっけ。これ誰だ、佐藤勝利くん、元気。ウエスト、今日なんか、今日じゃない、ウエスト、ウエスト、ウエスト、ここもデビューしてるんだかな。なんかニュース、グループ名が決まってデビューができないってなんか辛いですよね。エビシチ、エビシチ、涼介、橋本さん、河合さん、五関、小一、小一って思うんだ。4人でしたよね前。だ、誰が加わったっちゃ、小関さん、小関さんか、筋肉最初、なんかグループってもう最初から最後までその人数でいくと思ったら、ジャニーズってなんか減っていきますよね。で、必ず補充はしない。ジャンプ8月、8年目の始まり、あ、8年経つんだ。関西ジャニーズジュニア大特集、これを言うのが好きなんですよね皆さん。お客さんと話して大体分かりました。ショータイム、文ちゃんで、ムロ君、向井君、リチャード、この人、ああ、小芝君はなんか聞いたこと、あ、福本君が、あのドラマに出てましたね、埼玉のホスト。で、藤原丈一郎君、大橋ハッサン、リチャード、これまたなんかのグループとか、リュウジ、大悟君と、G5、 もう G5 っていう人いないですよ。関西ジャニーズジュニア自撮り祭り決定戦、なるほど、こうやって撮るんですね。みゆき、橋本くん、あ、こうきくんです。若い、誰だ、知らない。もうこの辺りになると私が知らない人がいっぱい出てる。安いセブンサです。で、あ、まだキンプリがデビューしてない頃ですね。あ、ひくん、ひくん、ふっか、岸くんじゃないや、野沢くんか、半沢くん。半沢といっても、あ、今日も、今日もどれだ、あ、こっちか。と、アンダーソン。あとは知らない。森田美優斗さんは知ってる。あ、これはわかる。コーチ君わかりやすいでしたよね、顔が。
あ、このよりも分かりやすい。あ、これ、あ、ホックンもいる。え、ホックンどれだ。これか、これか。で、プライス。中村レアさんが教えてもらいました。どれだ。岡本カウアンさんすら私は分からない。あ、この人なんだ。で、この人でしょ、青い洋服だから。なるほど、私には分からない。ステーション。知らない人ばっかり。多分、そんくらいも知らない。橋本涼さんですね。知らない。そんくらいも知らんとって皆さん多分思ってそう。すみません。ああ、オリジナル創刊とか。あ、松田。松松松。松松松ってあるんです。